ホテルレストランショーに今回出展しておりますフランスベッドと申します。この度スタッキングベッドの商品の紹介をさせていただきます。こちら、まあ、一般的には親子ベッドと言われるものになりまして、まあ、こちらのメインの親ベッド、子ベッドとなります。で、普段はこのように子ベッドを下に収納していただいてシングルユースとして使っていただく状態になっております。使用状況によってツインでご使用になるという際にこちらの下から子ベッドを引き出していただいて使っていただくという商品になります。実際に子ベッドの方を引き出して見ていただきます。こちら下にキャスターがついておりますのでもう簡単に引き出せるような商品になります。こちら引き出していただきまして足側と頭側上げていただきますとこのようにメインの親ベッドと同じ高さになりましてこういったツインで使用できるような状況になります。で、特徴としましては通常エキストラベッドといいますと分割であったり厚みが薄かったりということで子ベッドの方がちょっと寝心地が悪いということが比較的多いんですがこちらのものですと通常のマットレスと遜色ない寝心地でエキストラベッドとして使えるというところが大きな特徴になっております。で、高さも親ベッドと同じ高さで調整できますので見た目も親ベッドと遜色ないような使い方が可能です。で、こちら非常に軽い軽量化されておりますので基本的にホテルですとメイクの方女性の方が多いと思うんですがそういった方でも非常に簡単に動作の方ができるような仕様になっております。では逆に、収納の方の動作の方を説明させていただきます。こちら一度上げていただくともうロックがかかっておりますのでこのように下がることはないんですがこちらの側面に黄色い、ロック解除のレバーが2箇所ついておりましてこちらを下に下げていただきますとロックが解除されます。そうしますと上に上げていただくと下まで下がるようになりますのでこちら2箇所下げていただきます。でこのように下がった状態になりましたらこちらの親ベッドの下に下げていただいて収納していただくという形になります。でこちらの状態でボトムにスカートを履かせてしまえば子ベッドが外から見えない状況になりますので通常のベッドでと同じように使っていただくことが可能です。こちら子ベッドに関しましては、ヘッドボードを後付けで取り付けが可能です。こちらのように上から設置箇所に、取り付けが簡単に可能となっております。こちらの親子ベッドに関してはサイズは業務用ということで小刻みにサイズ大きさ変更可能ですのでお部屋の大きさに合わせてサイズの方を設定いただくことができます。